村上、弟がやらかした結果、覚醒してしまう。7月11日、未成年喫煙動画が流出してしまった村上宗隆の弟、啓太。未成年喫煙はあかんすよ。吸ってないわ、アホボケ。肺に入れてるからこれかなり前から吸ってるな。兄ちゃんの足引っ張んなや。翌日、ヤクルト対中日、プレーへの影響が心配された村上だったが、逆転スリーランを含む2発のホームランでチームを勝利に導く。村上目覚めたか。村上弟未成年喫煙帳消し団。弟のタバコでの火でようやく着火。さらにその翌日、2日連続となる第15号ホームランを放ち、量産体制へと突入した。完全復活やな村上。この打球方向は間違いなく調子取り戻してるな。弟喫煙してからバリ打つやん。弟の罪を力に変える兄の鏡。ああ、タバコに火をつけたから。弟に野球の楽しさを思い出させてあげなきゃ。